面白い金の話してる。なんか最近さ YouTube 儲かる儲かるって話聞いててさ、で実際ヒカキンさんとかヒカルさんとか朝倉未来さんとかどれぐらい儲かってんのかなって俺聞いて、あ、一応いろいろ調べてみたので、ご自分で発表してる分に関して情報を俺まず流すね。まず朝倉未来さんがスタッフが4人5人いるわけ、4人5人、そして総売上げの 10% を1人に渡してんだって。ほいで当時ちょっと前までに、まあ1ヶ月に5なんだいくらだ、え、1ヶ月に5000万ぐらいは収入があったと、4000万とか収入があったと。ってことは給料1人400万ずつ500万ずつ渡してるらしいの。いやまあそれはそれですげえなと思ってた。だから年収、例えば年収5億あるとしたら1人頭に年収5000万ずつ上げて、まあ、自分は2億5000万ですよみたいな話したので、俺ぐらいスタッフにお金をあげてる人は多分いないと思うよこの世でってミクルさんが言ってたんだよ、はい。まあ、それはすごいじゃん、1人500万ずつ5人にあげるなんて、はいはい、それすごいと思った。そしたらヒカルさんってめっちゃ稼いでるんですよ、もっと、はい、もっと、はい、でマエスさんっていうお兄さんとやってるんですよ、はいはい、で俺とトヨピーみたいな関係でヒカルとマエスさんなんですよ、はい、でお兄さんだから肉親だからめちゃくちゃ信頼感あるじゃないですかお金に関して、はいはいはい、給料折半してるらしいのね。折半、わあ。その時にたまたま給料が5000万だったらしいんだけど、はい、もっと今は上がってるらしいのね、はいはいはい、で例えば、ね、1億で年収12億だから1億円月に収入があって5000万を折半したと、5000万ずつ、はい、でそれが年収6億になるじゃない、はい、で今もっともらってるんだよね、はい、折半の契約は変えてないのね、はいはい、でピカルさんもお前さんももう別にお金はどうでもいいと、はい、って言ってたの。ほんでね、そう言った時にみんなは前さんもらいすぎっていうバカもいたわけ、あのさ、はいはいはい、あのさ本当に俺が出演者として今演者でやってて、俺の努力、俺の苦労と、タカチャンネルの俺の苦労と、トヨピーと、比べてね、まあ、種類の違う辛さだから。うん、そして、まあ、俺の知名度はありきだけど、トヨピーの技術力もありきでやってるわけだよ。そして、彼にとって最大の、その、マエスさんへの信頼感っていうのは、お金を全部預けられるっていう信頼感は、絶対に変えられないの。レペゼン地球さんが今レペゼン地球って名乗れなくて株を全部取られちゃって、前の社長に全部取られちゃって全てのお金を取られちゃったわけで、前の人がいくらもらってたか俺は知らないけど相当薄い給料で安らしのメンバーが、でそういうのも含めてその信頼感は金じゃ買えないんだって。だから僕はね、そこまでの話はしてないけど、ヒカルさんのパートナーはもうありえない、お兄さんしかありえないっていう話な。うん、これはねとんでもない信頼感で金じゃ買えないのよ。俺は基本的にヒカルさんと同じタイプで、トヨピーと理想は、うん、折半よ。理想はトヨピーはサラリーマンだから一個会社が入っちゃってるから俺がトヨピーの会社にバンと折半分渡してもちょっとトヨピー引かれちゃうんだよね。ちょっとというか結構、まあ結構わかんないけど、まあとりあえずな、会社員だからこっちは。うん、まあそれでも俺はスリーヤロさんにお世話になってるから、それでは別に兄貴は金じゃ買えねえ。うん、それは本当。うん、だレペゼンさんは今やり直してるけど人生を結構大変らしいよ。いや、あの音楽とか全部権利向こうなんだって。はい。うん、で株も全部向こうなんだって。そこがね。うん。だから結構きついらしい。で株を買い戻せないんだってもう、はい。向こうが売らないんだって。はい。うん。でさ、ひろゆきさんが言ってたのが、今まであった曲を。あ、ちょっと変えてアレンジして出し直しちゃえばって、はいはい、うん、そしたら全部自分のものになるよって、向こうもそこまでの主張はずうずうしくできないと思うよっつって、はい、うん、戻せないけど変えるのはできるのよ、うん、俺マジ喧嘩してる声とか聞いたけどやっぱきついもんな、あのレペゼンさんの相手な、あれきついよな、うん、あの口調のやつ大体ダメだぜ間違い、気まぐれクックのとこも全員やめたな、あそこほぼ全員やめた。そうなんですね、うん、気まぐれクックさんがまず大好きな人がいて、その人が社長だからみんな属してたと、はい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 、社長がまあ株解任されたわけだよ、またその お家騒動で、はいはいはい、そしたらみんな辞めたな、うん、へえ、うん、あれ大変なんだよ儲かっちゃうと、うん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。